1943年、ロンドンロイヤルアルバートホールで演説するブロソレット、ピエール・ブロソレットは、自由フランスの協力者である。パリ16区オートゥイユのミケランジュ通り会は生まれ。第二次世界大戦前は、大学で、歴史学の講師をし、ジャーナリストとしても活躍していた。1941年初頭から対ドイツ、占領軍活動を開始したブロソレットは、 ジャン・ムーランと共にレジスタンス統一を果たした。国内のレジスタンス活動に積極的に関わり、その最初期から人類博物館グループというレジスタンスグループにも関わっていた。1941年パリで書店を設立。二人が従事した1942年夏のイギリスからフランスへのパラシュート効果作戦により、1943年1月、 二つの活動の統一を決定的なものにした。1943年3月26日、北フランスレジスタンス組織連絡委員会を創設。元記者のブロソレットは彼の持つ職業的、政治的人脈を自由フランスのために駆使した。1942年、パリを脱出してロンドンに渡ってからは自由フランスの情報。 行動中央局の政治顧問にもなっていた。1942年から1943年の、相場、ブリュメール施設団の要人として活躍。ブリュメール施設団は後に、パシーが加わって、アルクビューズ・ブリュメールに発展した。ジャン・ムーランが逮捕されて7ヶ月後の1944年2月3日、ブロソレットも捕まり、3月22日、何も話さないように、 ケシュタポの施設の6階から飛び降りて自殺した。ピエール・ブロソレット通り、バルドワーズ兼サルセルパリのバス通りには、彼の名前がついた通りがあり、良心的な人柄から、現在でもレジスタンスの活動家として、多くの人の尊敬を集めている。組織について、シャルル・ド・ゴールに直接意見を述べ、その理解を促していた。また、レジスタンス組織北リベラシオンや民、 軍組織とも連絡を保っていた。ピエール・ムニエと共に国内レジスタンス運動に関わっていたジャン・ムーランに対し自由フランスの情報、行動中央局に近かったブロソレットはパシーと共にムーランと対立することがあり、レジスタンス運動の内部において主導権争いが存在したことが伺われる。ありがとうございます。